が届きました。はい、はい、煮物ができましたってことで、ちょっと煮物を盛りたいと思います。味玉がいい感じに色づいてる。はい、いいかな。次行こうか。はい。で、煮物完成です。では、では、もう一品行きましょう。で、さっきの皮。皮を炒めます。大根と人参とじゃがいもね。では味付けしましょう。砂糖。醤油。
ちょっと生油を、ごま、おいしい。できました。馬刺し赤身とたてがみとレバ、生レバで、生レバは、塩とごま油で、馬刺しの方ね、ついてきたタレにニンニク入れた。ニンニク入れたら美味しいよって書いてあるので、ね、これで食べたいと思います。で、それだけだったらちょっとね、味がね、あっさりやし、ちょっと量も足らんから、煮物を作りました。大根と、人参と、じゃがいも、卵の、とは、厚揚げで作りました。で、この時ね、剥いた皮をきんぴらにした。うん。じゃがいもと大根と人参の皮のきんぴら。で、わかめと、お豆腐のお味噌汁と、おかまちゃんで作った鶏ハム、2種類の味。これね、テストで食べるだけで食べてみたいと思います。ちょっとこれね、熱入れすぎた。はい。ということで、食べたいと思います。では、いただきます。たてがみ癖あるけどな。では、ご飯。たてがみって馬の髪の毛ちゃうの？おいしい。馬の背中のコーンとか。こういうの、そんなの。久々に生レバーをいきます。生レバー、うん、美味しいけど筋がちょっと、筋が歯に挟まる。うん、美味しい。うん、レバーごま油、うん、レバーごま油美味しい。うん、レバーは多分な無理やと思うからな。たてがみとな生食ってるわ。レバー食べれるよ、ヒカル。あの前のこんにゃくと一緒やね。あの食べれる、食べられる。ごめんね。では赤身のところ、うん、馬刺し美味しいね。一回レバー行ってみ。多分大丈夫。ちいちゃん拭いてみ、一番端っこの。めっちゃ美味しいから。どう？やばいやろ？うまいや。いけるやろ？エヴァやったらたてがみが好き。たてがみ美味しい？うん。マニアックだね。たてがみって馬の背中のっぽいの。背脂。たてがみ、子供ちゃん好きみたい。うん、おいしい、間違いない。あ、幸せ。馬刺しが食べたかってん、この前から。赤身とたてがみと一緒に食べてみ、同時に食べてみ。二つ巻くっていうか挟んで、これとこれちゃうね、これと一緒に挟むね。こういうふうにで一緒に食べてみ。またそれがうまいから。油っぽいと思ったら、これ油やねん。油みたいなもんや。ゴミのきんぴら。ゴミやったからね、うん、捨てるところのきんぴら。あ、おいしい。このね、皮とか
大根、人参、じゃがいもとかの皮、ごぼうとか入れて、うん、捨てるものできんぴら作って、うちの子すごい喜ぶんで食べるね。きんぴら大好きやね。馬刺しとかうまい。おいしいやろ、うん、馬刺しやばいやろ、うん、だから食べたい食べたいって言うとやる前から。特にたてがみがうまい。おいしいやろ。たてがみなかなか手に入らへんでな。全部おいしいよ。食べたこれ、たてがみと両方これと。それは食べてない。やってみ。と一緒にやって食べる。ちょっと贅沢の食べ方。赤身とたてがみを一緒に。めっちゃ美味しい。やばい。ちょっと今日の晩ご飯は贅沢です。うん。お金使っちゃった。たまにはいいよね。また馬刺し取り、取り寄せよ。半分残しちゃうね。だから今日食べた分で2000分ぐらい。うん、丁寧と。あとはお野菜がそのその大丈夫なの。2000ちょい。ほとんどが。なんかすっごい口の中広がるやろ。一緒に食べたら。たてがみだけいくより美味しいやろ。おいしい。いいね。切れてなさすぎや。どれ切れてない。そんなマリバー切れてない。刺身もうまい。なんか全然切れてないね。ほら頑張れば。おいしい。やばしいやばしい。今は頑張れば食べられるもんね。うん。ヤンも食べましょう。美味しいやろ。うん、うん、美味しうん、ちょっと筋がね硬いねんけど美味しい。うん、鶏ハムも美味しい。仕上がってる。今日ニンニクの音
きんぴらかね。いけるんだよ。食べてんの？食べてんねんけど、なんか減らへんね、うん。え？もう入れたら？ご飯なかったらきんぴら味濃すねんよ。これはな、ハーブ。たてがみうまいなって。やめおいしいやろ。うまいけど、やっぱり味出てくるわ。何が？うまいけど味出てくるわ。うま？味出てくる。どれが？うまいけど、うま。うま？うん。うまが飽きてくるらしい。うん、うまい。味玉、味が染みてる、おいしい。圧力ダメでやるとね、味が染みやすいから。うん。煮物もうちょっとあんねや。卵もないけど。3個しかいない。あ、味噌汁飲んでいいな。うん。この方がうますぎるな。うん。こういうの？ね。いいね、牛のレバーより、あの、歯ごたえあの、ちょっとコリコリしてて、うん、うん、美味しいよ。うん、見てるね、ここの、あの、レバーちょっと、臭みがある。うん。いつもね、福島のお父ちゃんがね、合図回ってこう出てくるやつはもっとね、うん、あっさりしてるし。アイスの方が美味しかった。うん。これはね、日本の真ん中らへんぐらいのところから買った。うん。あんまりだから馬刺しの有名どころじゃないんだよ。今度熊本買ってみよう。今回熊本の買おうかな思っててんけど、なんかネット見てたらね、3種類食べ比べっていうのが出てて、だからそれ買ってみんね。レバーも入ってたしね。今度バタン買ってみようかな。馬のタンもあるね。15皿ずつ。45皿。うにうに聞こえた。うに20くださいって言ってきた。美味しかったよ。コリコリしてたからちょっとな、こんなと違ったからな、困った。うま、
干しはな、もっとあんなコリコリしてないのにとろみとしてるね。うん、こんにちは、すごい幸せ、うん、前から食べたかったよ、馬刺しが。昔はね、福島から行ったり来たりするとき、東北行くのに北陸周りで行って、だから帰りね、郡山から会津回って、会津で買って北陸回って帰ってきとって、だから帰ってんけど、今は外環道できたから、まっすぐずっと東北道下って外環道、東京逃げて、で新東名できたら早いでしょ。だから会津まで行かへんからね。だから、うん、会津の方はもう通販します。送料、なんていうのかな、チルドで来るから送料高いねんけどね。まあ行くこともね、安い。送料が2000円ぐらいのかなんねんけど、うん、1500円か2000円かいったはずやな、これね。だから、うん、ねんけど、うん、2000円で行かれへんからね。通販で取り寄せよ。みんな味噌汁おいしい、と、うん、いうことで、ね、今日のあっちゃんちの晩ご飯わかめの入った馬刺しがおいしかったです。ではまたね、バイバイ。